よーし、今日もあつ森やっていくか。昨日は故郷の家族でビデオチャットしたんですが、父も母も元気そうで安心しました。おい、弟どうした？弟の話全くしないよね、静江さん。ケント君って結局どうなったんだろう。全くあつ森に出る気配がないけど、このまま出ないのか、それともアップデートで登場するのかわかりませんが、ちょっと期待してる自分がいますね。けど個人的にはね、ケント君のキャラめちゃくちゃ好きだったんだけどね。お、スマホが鳴ってる。あ、なになになに、なんか突然やってきたな。お、つぶきち。もしもし、こちらたぬき商店のつぶきちでーす。タイトルボックスに入れてくださった。出た。そういえば俺入れたわ。忘れてた。自分で忘れてましたね。160ベル。めっちゃ安いな。もうちょっとサービスしてや。はい、そんなところでね、本題に入っていきたいと思います。で、内容なんだけど、タイトルを見ていただいたらわかるかと思います。本日は、2021年初の住民ランキングということで、今日はそちらについて取り上げていきたいと思います。で、まずはですね、最新の住民ランキングを発表する前に、別途面白いものを見つけたので、こちらを共有させていただければと思いますね。はい。まあ見てもらったらわかる通り、サンリオキャラクターの住民ランキングになっております。で、1位から6位まであるわけなんだけど、1位がね、なんとぶっちぎりなんですよ。すごくない？こんなに差が出るもんな。ちなみに参考にさせていただいた記事は、概要欄に貼っておりますので、もしよければそちらのご確認もお願いいたします。はい、ってことでね、1位がなんと、不動のマーティということで、ぶっちぎり1位ですよ。2位のエトワールに、4倍の差をつけてるっていうね、とんでもない化け物。こんなに差がつくもんなん。こりゃびっくりだわ。で、3位がフィーカ。で、4位がチェルシー。で、5位がトビー。で、6位がリラということで、こういったランキングになってます。で、個人的にはね、このランキングを見て思ったのは、かなり意外だなと思いました。率直にそう思いましたね。確かに、事前情報で、マーティーが人気キャラっていうことは知ってたんですけど、ただね、ここまで差がつくのかと思いました。ここはね、これは本当にびっくりだね。逆に、チェルシーちゃんが、もうちょっとね、上なのかなと思ったんですよ。まあ、順位に関しては、まあ、妥当なのかなと思うんですが、ただ、こんなに差がつくもんなんだ。まあ、逆に言うとさ、2位から6位までは割と混戦じゃないですか。そこまで差がついてないみたいな。ただ、1位だけぶっちぎりみたいな感じですからね。はい。まあ、そんな感じです。では、本題に入っていきましょうか。ただ、本題に入る前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも、集まれ動物森の動画見ていただければ幸いです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、そういったところで、まずはトップ20からの発表ということなので、20位から16位まで行きましょうか。で、20位はね、なんとなんと、めちゃくちゃ意外な結果、保つですよ。これさ、見て俺びっくりしたんだけど、まあ、確かにね、保つは今作かなり人気が出てきたんだけど、ただね、トップ20に入ってくるのっていう。集まれ動物森ってさ、登場する住人の数が、およそ400匹ぐらいなんですよ。集まれ動物森って登場するキャラが約400人ぐらいなんですよ。約400人中、20位ということで、相当上位ですよね、そう考えると。しかもブーケとほとんど投票数変わらないからな。これは相当すごいことが起こったぞ。とんでもないな。飛び物の時は、不人気キャラで有名だったこのタモツくんなんですが、気づいたらね、超人気キャラになってて、ほんとびっくり仰天だわ。で、19位がブーケ。で、18位がアドレード。17位がクリスティーヌ。16位がティーナということで、まあ、順に関しては妥当じゃないかなと思ってますね。ただ、ブーケが若干低いかなと思いました。だって去年まではさ、ブーケって大体トップ10には入ってたからさ、そう思うと人気が徐々になくなってきてるのかな。まあなんとも言えないところなんですが、ただ一応ね、前回より順位は上げてるみたいです。確かね、前回は圏外だったんですよね。トップ20に入ってなかったと思います。で、次、15位から11位までの紹介ということで、15位は誠。誠も人気だよね。で、14位がパティ。13位がアポロ。12位が雪見。11位がペーター。ってことで、まあ、こちらになります。これを見て思ったのは、まあ、正直妥当かなと思いました。だけどさ、ここに関してはガチで妥当としか言いようがないからな。けど相変わらず雪見ちゃんとペーターは人気なんだなと思いました。大体ね、ペーターと雪見ちゃんに関しては、
去年からそうなんだけど、安定して11位から20位までに入ってるイメージがありましたね。ただペーターに関してはあと一つ順位を上げたらトップ10入りなんで、ぜひ頑張っていただきたいですね。で次、ここからいよいよトップ10の紹介ですよ。でまず10位はシベリアになります。おーとしか言いようがないよな結構難しいよね。まあ保つみたいに意外なキャラが入ってたらえーってなるんだけど、まあシベリアも人気ですからね。まあ順位を見てる感じだと、おそらく狼キャラで一番人気はシベリアって感じかな。逆に言うとね、トップ20までに狼キャラが今のところ一匹しか入ってないんですよ。これはかなり意外な結果だなと思いました。去年の住民ランキングだと狼キャラが結構多めに入ってたイメージがあるんで、まさかの一匹だけか。これはねある意味意外だなと思いました。で次、9位パッチ、8位レイニー、7位カモミ、6位キャラメルということで、こういった順位付けになっております。で投票数なんですけど、6位から10位まではそこまで変わりませんね。まあ、もっと言ってしまうとペーターとユキミちゃんとかもねそんなに差がないんですよ、投票数見たところ。ただこう見てみるとさ、かなり多くの人が投票したっていうことがわかりますよね。かなり大規模な住民ランキングだったんで。ただ6位にキャラメルちゃんか、なるほどね。そしていよいよ次は5位から1位までの発表になります。いやー緊張してくるね。皆さんは誰だと思いますか？もしよければ今のうちにコメント欄に書いてください。当たったらすごいわ。けどまあなんとなくねわかると思いますけどね。まあ少なくとも1位2位3位はねなんとなく想像つくと思います。まあ順位の変動は多少あるかもしれないけど、大体ねトップ3は変わりませんから。ただ4位と5位に誰が入ってるか、そこがね非常に気になるところですよ。さあ出すぜ、みんな心の準備はいいか、大丈夫か。はい、ってことでもったいぶっても仕方ないから出しました。でまず5位なんだけど、なんとなんとタコヤなんですよ。タコヤです。やばくないか。でここでね皆さん波乱が起きました。マジで波乱が起きた。これガチだからね。4位、ジュンくん。皆さんこの投票結果見て何か感じませんか？そうなんですよ、トップ3がねついに崩れました。おそらくねこれ初めてじゃないかな、トップ3崩れたん。でまあ飛んで1位の発表させていただきたいんですが、1位がちゃちゃまるで、2位がももこで、3位がジャック。まあこういった順位になってますね。でまあちゃちゃまるが1位で、まあ3位がジャックっていうのはまあ納得はいくんだけど、2位になんとねももこが躍進してきました。って感じなんだけど、まあ確かにねももこも人気キャラっていうのはわかるんだよ。人気キャラっていうのはわかるんだけど、まさかね2位に入ってくると思わなかったわ。でジュンくんが今まではそこのポジションだったんですよ。2位か3位か1位ということで、これのいずれかのポジションをねずっと維持してたわけなんだけど、初めてトップ3から陥落、なおかつももこが大躍進を遂げるっていうね、ものすごい結果になってますよ。これはかなり波乱ですね。マジか。しかも投票数も相当多いもんね。まあ、投票数も相当多いということで、かなり信憑性は高いランキング結果になってるんじゃないかなと思いますね。今の住民の人気を忠実に再現してるみたいな、まさにそんな感じじゃないでしょうか。ただやっぱりね5位と4位を見比べてほしいんだけど、投票数全然投票数が違うんですよ。なので4位と5位はね相当な差があるっていうことがこのことからわかると思いますね。ただ一方で4位と3位と2位って結構団子なんですよ。なので次回の住民ランキングでは順位の変動が多少はあるんじゃないかなと思いますね。果たしてももこは次回のランキングでも2位になることができるのか、そこがかなり気になるところですね。ただチャチャマルとジャックに関してはずっと入ったままじゃないかな、どうなんだろう。まあ、ちょっとそこに関しては何とも言えないところなんですが、まあとりあえずね最新の住民ランキングこのような結果になっております。ただ1位はチャチャマルか。しかもね投票数がぶっちぎりなんですよ。4954票、
約5000票ということで、2位にも約1300差をつけてるわけだから、まあこれはねぶっちぎりと言っても差し支えがないんじゃないかなと思いますね。まあそんな感じの結果になっておりました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ結構ね意外な結果になったんじゃないかなと個人的には思ってます。で最後に総括をすると、2位の桃子で20位の保つ、ここがねかなり気になりましたね。まあとりあえずおめでとうございます。あとはねタコヤが5位に入ってるわけなんだけど、これもすごいよね。まあ一応ね前回と順位は変わらないんだけど、5位を守ったかタコヤ。いや今作ねタコヤが人気ってのは分かってたんだけど、まさかねトップ5に入ると思わないよね。しかも400人中トップ5よ。これ相当すごいことだからね。はい、まあね他にもいろいろ語りたいことがあるんですが、長くなってしまうので今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。